セガサターンしろ。セガサターンしろ。セガタ三四郎役の藤岡弘です。今日はなぜこのセガサターンの CM に出演したかお話しましょう。しかしその前に、私は今の若者に問いたい。君たちは物事に命がけで取り組んでいるかと。私は俳優として武道家として己のどんな一挙手一投足にも人生50年の全てを込めている。しかし今の若者は物質的な面で豊かになっている分、精神的な面で追いついていない。だからこのセガサターンで精神力を鍛えてほしい。セガサターンのコントローラーで己の肉体と精神をぜひコントロールしてほしい。私は訴える。全てをかけて人生にゲーム真剣に取り組んでみなさい。今こそセガサターンしろ。三四郎ディスクスキーセガサターン発売中。セガサターンしろ。セガタ三四郎役の藤岡弘です。今日は受験生の皆さんにお話ししたいことがあります。受験生諸君、いよいよ追い込みの季節ですね。そこで私が言うのもなんですが、セガサタン我慢しろ。諸君にとって勉強が辛く決して楽しくないのはよくわかる。しかしこの時期こそ命がけで勉強すれば望む学校に進め、やがてはやりたい仕事ができ、人生の真の喜びを覚えるに違いない。私は訴える。団長の思いでセガサターン我慢しろ。春が来てからセガサターンしろ。今回はソフトの告知は控えます。セガサターン、セガサターンしろ。セガタ三四郎役の藤岡弘です。今日は君たち若者ではなく、君たちの親御さんに聞きたいことがあります。親御さん、あなたの子供は大丈夫かと。ご存知のように青少年のいじめや犯罪が問題になり取り沙汰されています。しかし私はこの子供たちの誤った行動が親の責任でもある、そう思えてならない。子供の立場に立ち、子供と遊び、どんなことでも話し合える仲だった。悲劇は決して起こらない。子供はいつだってね、親の愛情を求めているんだよ。私は訴える。親は子供と一緒にセガサターンしよう。君たちも親御さんと仲良くな。セガサターン、セガサターンしろ。セガタ三四郎役の藤岡弘です。ご存知の方も多いでしょう。先頃セガの新世代機ドリームキャストが発表されました。そこでセガサターンファンである諸君の気持ちを代弁してみよう。セガサターンを見捨てる気かと。かくいうこのセガタもセガサターン白のダジャレから誕生した身。今後はこんな風にみんなと会えなくなってしまうかもしれない。あ、しかし私はこのセガの発表をファンへの裏切りなどとは決して思わない。より素晴らしい遊びを提供するためセガは今命を懸けているのだ。私は訴える。フレーフレードリームキャスト、それが出るまでセガサターンしろ。三四郎おすすめソニック R。 普通のレースゲームは車やバイクに乗る。しかしこのソニック R、 なんとソニック君が自らの足で走るレースゲームなんです。運命の力に頼らない彼の姿勢に私は感銘を受けたのです。
超音速レースゲームソニック R 絶賛発売中。セガサターン一周。セガタ三四郎おすすめサターンボンバーマンファイト。己の爆弾で敵を倒すか、はたまた敵に倒されるか、ボンバーマン君はいつも命がけです。君は命をかけれるか。 3D 対戦サターンボンバーマンファイト絶賛発売中。セガサターン一周。セガタ三四郎おすすめザ・ハウス・オブ・ザ・デッド。恐怖に直面した時こそ人は冷静沈着に行動しなければならない。ゾンビが登場するこのゲームは人生の縮図です。ホラーガンシューティングザ・ハウス・オブ・ザ・デッド絶賛発売中。ゾンビが鷹を生む。セガタ三四郎おすすめ新世紀エヴァンゲリオン。セガタ三四郎です。エヴァンゲリオンは命がけで打ち込んでいる。セガサターン四郎。結局薬局放送局だ。綾波さん。結局薬局放送局ですね。結局薬局放送局。俺は何が言いたいんだ。アドベンチャー大作新世紀エヴァンゲリオン鋼鉄のガールフレンド絶賛発売中。セガサターン四郎。セガタ三四郎おすすめワールドカップ98フランス。私は日本人である。ワールドカップの応援とこのワールドカップ98フランスに私は命を懸ける。ワールドカップ公認ゲームワールドカップ98フランス絶賛発売中。ヤマト魂だ。セガタ三四郎おすすめサッカー RPG 日本代表チームの監督になろう。今日本が世界に誇れるもの3つある。サッカーと RPG とセガサターンだ。3つがくっついて世界初サッカー RPG 日本代表チームの監督になろう絶賛発売中。どうだ。セガタ三四郎おすすめ少女革命ウテナ。少女でありながら少年の心を持ち可愛い顔をしてシンガー。どうせ付き合うならウテナちゃんのような子がいい。ちょっと危ないアニメアドベンチャー少女革命ウテナ絶賛発売中。超ビリ。セガタ三四郎おすすめディープフィアー。環境破壊地球汚染この世で最も怪物に近い生き物は人間だと思う。自然との調和を考えないやつは怪物になっちゃうぞ。モンスター化する恐怖深海ホラーサスペンスディープフィアー絶賛発売中。まずはゴミ分別から。セガタ三四郎おすすめバッケンローダー。世紀末スチームパンクと呼ばれるこのゲーム、来世紀の世紀頭になってもクリアしてないやつはバッケンローダー。世紀末シミュレーション RPG バッケンローダー絶賛発売中。さっきは言い過ぎた。遊びの道に魂込めた一人の男が今日も行く。君は本当によく頑張ってくれた。実に血の滲むような努力の賜物だ。そして命がけで打ち込んできた成果に違いない。セガサターンは君のような熱いファンによって今日まで支えられてきたと思う。これからもセガサターンを応援してくれ。君こそセガタ三四郎なのだ。セガサターン四郎。